今日の御言葉、マタイの福音書6章19節から23節。自分のために地上に宝を蓄えるのはやめなさい。そこでは虫や錆で傷物になり、盗人が壁に穴を開けて盗みます。自分のために天に宝を蓄えなさい。そこでは虫や錆で傷物になることはなく、盗人が壁に穴を開けて盗むこともありません。あなたの宝のあるところ、そこにあなたの心もあるのです。体の明かりは目です。ですからあなたの目が健やかなら全身が明るくなりますが、目が悪ければ全身が暗くなります。ですからもしあなたのうちにある光が闇なら、その闇はどれほどでしょうか。皆さんは富と神様どちらに使えますか。地上で富を蓄えてもいつか滅びます。しかし神様は永遠に滅ばないお方です。私たちが神様のためにするすべてのことは天に宝を蓄えることになります。今日あなたの心は富と神どちらにありますか。どうか私は皆さんが神様に熱心に生きることができるように願っています。 All for Jesus!